はい、YouTuber 発生でーすっていうことでね、はい、今日は何をするかというとですね、おそらくね、皆さん経験あるんじゃないですかね。バッテリーを外したりだとか、電源に出した時にですね、日付とか時計がリセットされると。このね、ラジオの時計、乗用車とかもそうですけどね、今回はね、トラックでね、日野のグランドプロフィアエアループとね、毎度同じ車種でございますが、マルチインフォメーションディスプレイの時計とラジオの時計とありますけどね、今日はね、バッテリー外してね、ちょっとね、駅の補充をしたので、この時計のセットのやり方をね、やっていこうかななんて思います。じゃあやり方ですけどね、ここにモード、エレクト、セットってありますね。これはね、上に上げたり下に下げたりで、上に上げるとね、セット、セット、セレクト、セレクトでね、ピュッピュッピュッとこのモニターの表示が変わっていくんですよ。今はね、何もなりませんけども、この時計をセットするのは停車中しかできません。停車中ですからね、このモードボタン、分かりやすく撮るとね、どう撮るかな、映るかな、映らんかな、これですね。これモードセレクトで、下にねカチッて下げるとセットですね。モードで、セレクト、上にパチパチパチだけどセレクトです。これをね、1秒押します。1秒間、長押しですね。これを1秒間ね、停車中に押すと、サブ表示システムと出ますね。これセレクトなんで、このレバーを上に1,2とメーター拡充設定、はい、これで、下に下ろしますね。セット、はい、運行メニュー設定で、これでまたセレクトですね、上に1個カチッと上げると日時設定、はい、これでセットなんで、下にカチッとやれば、はい、2016年の出れましたね。はい、2016年の1月21日になってますね。なんでそんなことになってるのかは分かりませんけども、今日はあれですもんね、1月21日なんで、あ、日付はずれてないんだ。そっかそっか、時計だけをセットすればいいんですね。これでね、上にカチカチって上げていけば、どんどんね、年数とかね、上がっていくんですけど、今日はね、いじらないんで、もう下に下ろしてね、セット、月も1月で合ってるので、上にカチカチって上げればね、2、3、4ってなるんですけども、1月で合ってますので、下に下げて、セット、これもね、上にセレクト、セレクトってすればね、22日、23日って上がっていくんですけども、21日で合ってますので、レバーを下に下げて、セット、はい、でここですね、5時ではありませんので、これを上に上げていきます。数値、7時、セレクト、セレクトとね、セレクト、セレクトと、セレクトボタンを押していきます。上にカチカチカチっとね、上げていきます。はい、19時、20時ときました。はい、20時なんで、10時の33分なんで、ね、20時で、一応決定ですね。セレクトボタンを下に下げる、セットですね。はい、セット、はい、次分になりました。12分ではありませんので、またセレクト側にレバーを上げて、1,2,3とこう、ね、カチカチカチと、セレクト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 、ピュアセレクトマヨネーズ、違うか言うてね、はい、20、30、31、32、33、はい、33分とね、別の時計がね、出てますね。33分にしましたけども、33分になってからもうだいぶ長いんでね、多分ね、おそらく30秒ほどずれるので、34分にしときます。はい、設定、あら、間違えたぞ。そうか、最後セット押さずにね、モード押しちゃったんで戻っちゃいましたね。もう一度いきます。日時設定でセット、年は西暦合ってる、月も1月で合ってる、セット、日付21日で合ってるのでセット、5時じゃないのでセレクト、セレクト、レバーを上に上げていくと、もうね、覚えれば簡単ですね。駅と同じことなんでね、はい、20時で合ってるのでセット、はい、で分がですね、14分ではありませんので、34分ってことでね、34分に、上げます。でもうすでに34分にね、こっちの時計なってるので、数秒ずれるのでね、1秒僕は上げておきます。35分、これでね、さっきこのモードボタンを押してね、戻ってしまったのでダメですね。下に下げてセットですね。はい、セットで、はい、ほら、2016年の1月21日木曜日、20時35分と、はい、出ましたね。で、設定メニュー終わるときはモード長押しで、はい、これで普通のね、マルチインフォメーションディスプレイに、はい、戻ることができます。はい、というわけでね、はい、はい、これで、マルチインフォメーションディスプレイの、設定が完了しました。時計のね、このね、ラジオの方のね、設定も、延命動画ね、撮りたいなと思ってますので、
よろしくお願いしますよ。じゃあね、このね、今日はマルチインフォメーションディスプレイ、日野の大型車ですね、グランドプロフィアのエアループ、現行モデルのマルチインフォメーションディスプレイの中の時計がね、点検とかバッテリーを外した時にね、狂っちゃったよっていう時の再設定の仕方、簡単にできますよっていう紹介動画でした。じゃあまたね、次はね、ラジオの方の時計の設定の仕方を、紹介しようと思いますんで、どんどんね、そういうあのパッとね、調べたくても説明書読むの嫌だなとかね、もう時計ずれたままでいいかなんて思ってる人のために動画も、そういう風な動画もね、上げていきたいなと思ってますので、赤の四角の、チャンネル登録ボタンを押してぜひチャンネル登録してくださいね。 YouTube アカウントをまだ作ってない方は YouTube アカウントを作ってぜひ僕のねチャンネルを登録して他の動画も見てください。じゃあまた。